通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界自由ニュースの時間です。さあ本日はですねこちら見えておりますが DC のブルービートルですね。皆さん覚えてますかこの作品。日本ではほとんど話題にならないこの作品なんですが、皆さんが知らぬ間にですねこのブルービートルボックスオフィスでとんでもない記録を打ち立ててしまいました。なんと DC 史上最低記録を作ってしまったというですね。本日はこちらを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらねブルービートルでございます。この番組でもですね、まあ結構取り上げているんですね。詳細はねそちらをご覧になっていただければなと思いますが、なんとですね今回このブルービートルが DC 史上最悪の興行収入記録を作ってしまったというんです。あれだけ内容はいいと言われていたこの作品なんですが、ほとんど話題にならないうちにとんでもない記録を作ってしまったんですね。皆さんもここまでひどくなるとは思ってなかったでしょ。でまずですねこのブルービートルというのは公開前からですね監督や出演者このね問題が多すぎたんですね。特に監督ですよ。この人ですね。この監督がねもうザすっとことっこいだったわけですよね。ブルービートルの監督ドナルド・トランプ大統領の殺を願うツイートを削除、プエルトリコは奴隷植民地と主張する。2018年8月7日のツイートで、ソトはトランプ大統領がリンカーン大統領と同じになってほしいと願う唯一のことはその終わり方だと書いた。ということでまあねハリウッドに限らず日本もそうなんですが、映画業界というのはかなりね左かかっているのはもう皆さん知っているんじゃないかなと思います。でそれはそれでね全然構わないとは思うんですが、このソト監督はですね完全に一線を越えてしまったんですね。トランプ大統領に対してリンカーンと同じ末路をたどってほしいとツイートしてしまったわけです。そしてこのツイートはですねすぐに削除されたんですが、瞬く間に炎上し、この監督はツイッターアカウントを非公開にして逃亡してしまいます。そしてこれだけではないんですね。ブルービートルのですねオフィシャルトレーラー、この一番最後でですねこの出演者がセリフでですよ、セリフでバットマンはファシストだというんですね。でこれだけであればね予告編のね一番最後をこういった言葉で締めて落とすっていうのはよくあることじゃないですか。これだけだったらよかったんですよ。なんですが監督のねあの思想というのがありますので、答え合わせができてしまったんですね。これにより大きな炎上となってしまいました。そしてこうなるんですね。ブルービートルの監督と主演俳優バットマンはファシストのセリフへの反発に対して反論ということで、こちらのね監督というのはツイッターアカウントを非公開にして完全に逃げてしまっていたんですが、この間にですねあのフラッシュが大失敗をしてしまったんです。そしておそらくワーナーに言われたんじゃないかなと思います。主演のですね役者さんと共に出てきて、これに対してね、まあ、謝罪と言いますか言い訳を展開するんですね。これはこれでね、まあ、何の言い訳にもなってなくってまた炎上するわけですが、一応ねちょっとダメージコントロールはしようという姿勢は見せたわけですね。そしてですねこれだけじゃないんですよ。もうびっくりするでしょ。映画ブルービートルのラウル・マックス・トルヒーヨ、スーザン・サランドンが唯一の白人であることはかなりエキサイティングだと述べ、プエルトリコを搾取するアメリカを非難。そしてブルービートルに出演している俳優までもがプエルトリコの話をし始めてしまうんですね。この方あれですね、あのメル・ギブソンのアポカリプトに敵役で出てた人ですね。スーザン・サランドンが演じるビクトリア・コルドはこの映画で唯一の白人だ。他の登場人物は全て褐色の人々です。それはとてもエキサイティングなことで、このプロジェクトとこの特別な物語を語るというエンヘルの夢を、これ監督ですね、エンヘルの夢をサポートしたワーナーブラザースはとても勇敢だと思う。 DC 映画としてこの映画には暗さはありますが、信じられないようなハートもあり、信じられないような光もありますとトルヒーヨは語った。そしてこちらねスーザン・サランドンのねこちらのインタビューも話題になりましたね。サランドンは以前ジミー・ファロンとのインタビューで自分のキャラクターを白人の軍産複合体だと表現した。彼女はブルービートルの素晴らしいところはラテン系のヒーローが初めて自分の映画を持っていることです。彼の家族はメキシコ人だし、俳優もみんなメキシコ人でスペイン語だから字幕もあります。私はもちろん悪役です。私は白人の軍産複合体なんです。悪役ほど楽しいものはないからねと彼女は付け加えた。ということでね、まあ、こちらのスーザン・サランドンのインタビューで初めてどういったプロットなのかっていうのが明らかになったんですね。そして内容がですね、ラテン系が白人を倒すという話だった。そうするとまた監督のこれまでの話というのが答え合わせされてしまうんですよね。これにより、ああいった思想を持った人が自分の主義主張というのを前面に込めた映画なんだなと、まあ、そういう風に思われてしまったんですね。これによりですね、まあ、特に X なんか見てるとですね、ブルービートルを擁護しているのはラテン系の人たち、そしてスーパーヒーロー映画でそんなの見たくないよという人たちの間で分断してしまったんですね。これを見たくないなんて言ってしまうとレイシスト呼ばわりされてしまったりしてね、まあ、いつものあれが展開してしまったわけです。もちろんこういったものだけが理由ではありませんが、言わなければそこまで気にならなかったはずの思想を監督と役者がねこう触れ込み回っちゃったという感じなんですね。インタビューの後半でトルヒーヨはプエルトリコでの撮影について話しながら、アメリカがプエルトリコを搾取していると非難した。
まず第一に、プエルトリコはアメリカによる奴隷制度、植民地化、そして今日までの搾取という歴史を持つ場所だ。そしてですね、まあ、結果的にはこのようになってしまうわけですね。ブルービートル、DCEU の不本意な記録でティアトリカルランを終了。ということでこちら、ティアトリカルランとあります。こちらが本日のキーワードになります。こちら、ティアトリカルですね。ティアトリカル。劇場、演劇、オペラ上演、脚本に関すること。ということでこちら、形容詞で、劇場の演劇的なという意味になります。わざとらしいとかね、演技じみたというような意味もあるんですね。そしてね、こちらのランというのは以前もね、少しやりましたが、上映という意味があるんですね。合わさることで、劇場上映ということになるわけです。ということでこちらは、ブルービートル DCEU の不本意な記録で劇場公開を終了。ブルービートルは8月18日の公開後、1億400万ドルの予算に対して、全世界で1億2860万ドルの興行収入を記録し、DCEU 作品の中で歴代最低興行収入を記録した。エンヘル・マネット・ソトが監督を務めたブルービートルは、シャザム1億3380万ドルから失望のマントを引き継いだ。しかし、ブルービートルはシャザムよりも国内興行収入が多いという点で、いくらか慰めを得ることができましたと。ということでですね、あの悪名高いシャザムですね、あの記録をですね、さらに下回りまして、このブルービートルは DCEU 史上最低のボックスオフィスを記録してしまったというんですね。シャザムとは異なり、ブルービートルはロッテントマトの評価スコアで DCEU 史上最高の 78% を獲得した。これすごくないですか？このブルービートルというのはロッテントマトで DCEU 史上最高の記録を獲得してるんです。そして DCEU 史上最低の興行収入なんですよ。もうね、ロッテントマトにはもう決定的なスキャンダルが出てしまいましたから、もういい加減ね、ロッテントマトのスコアを売り文句にするのはやめた方がいいんじゃないかと思いますが、このブルービートルは最低記録と最高記録両方を取ってしまったというんですね。多くの人がブルービートルの映像的スペクタクルと家族へのフォーカスを称賛し、ラテン系コミュニティの表現も称賛しました。もうね、監督さえ黙っておけばね、ネットは味方になってくれたと思うんですけどね。いや、ネットの後押しってバカにならないですからね。で、実際ですね、こちらがブルービートルの興行収入になりますね。こちらドメスティック国内が7000万ドル、インターナショナル海外が5000万ドル、そしてトータルが1億2800万ドルなんですね。これインターナショナルがめちゃくちゃ低いんですよね。ちなみにですね、日本では公開未定になってますよね。ってことはまあないんでしょうね。そして韓国ではね、公開予定だったんですが、これね、中止になりました。そのまま配信へ直行みたいですね。そしてこちらコライダーの記事ですね。ブルービートルの制作予算は1億400万ドルと控えめだった。通常のシナリオでは、映画がブレイクイーブンを達成するには、このね、コメント欄でブレイクイーブンって何なのって言ってる方いらっしゃったんですが、これね、以前の動画のキーワードになっていて、損益分岐点のことですね。通常のシナリオでは、映画がブレイクイーブンを達成するには、制作予算の2倍の収益を上げなければならない。この原則をブルービートルに当てはめると、全世界で約2億800万ドルの収益が必要となる。ブルービートルが成功とみなされるには、3億ドル前後の興行成績を収める必要がありましたと。まあそうですよね。最低でもこのあたりやっぱ欲しいですよね。ちなみにね、このブルービートルはマーケティング、広告費用っていうのはかなりね、抑えられているんじゃないかなと思います。まあ日本ではね、公開されてないんで当たり前なんですが、海外でもね、ほとんど話題になってないんですよ。もう誰も話題にあげないみたいな。おそらく作品の出来がすごくいいっていう話だったでしょ？ロッテントマトも最高記録だと。ですから、広告費は抑えて、口コミでの伸びを期待したんじゃないかなと思います。にもかかわらず、あのね、監督のすっとこどっこいがやらかしてしまいまして、ネットを敵に回してしまったんですよね。それで、まあこういった結果になったんじゃないかなと思いますね。これね、トヨタもね、こんな感じでプロモーション協力してるんですよね。草の根的な支援に加え、ブルービートルはプロモーション活動でトヨタと提携している。映画には、トヨタタコマが登場し、不屈のスーパーヒーロー、ブルービートルとのコラボレーションを描いている。この映画では、タコマの信頼できる強さがシームレスに統合されており、彼らの戦いのほとんどにおいて重要な要素となっている。ということでね、まあ、こんな感じで、トヨタがね、全面的に協力をしてはいたんですが、このブルービートル、散々な結果となってしまいました。はい、ということで本日はですね、こちら、ブルービートルが DC 映画でボックスオフィス、ワースト記録を作ってしまったという話題を見てまいりました。まあ、日本の皆さんはね、公開もないということで、この作品すっかりね、頭から抜け落ちていたんじゃないかなと思いますが、ひっそりとね、こんな記録を作ってしまっていたというわけですね。以前もね、カナダのあの物議を醸したね、ロビンフットってあったでしょ？結局、悪役が白人で、それを倒すっていうプロットになっているんですね。割と、ウォーク気味の作品ですと、ああ、はいはい、また悪役は白人なのね、みたいな感じなんですよね。で、作品を見たらね、ぶっちゃけそこなの気にならないと思うんですけど、もう監督の思想が見え隠れしてしまった時点で、この作品はね、負けだったんじゃないかなと思います。だからあの物議があってから、急遽ね、あの特大の広告戦略に切り替えるということができなかったんでしょうね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。